はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。レオジンと申します。レオジン縛ります。今回の縛り内容はセミオート縛りでございます。まあセミオートの武器しか使えないよっていうことですね。で、あとケアパッケージをね、まあ、使ってほしいというリクエストもあったんで、それも併用してやらせていただきます。ミスった。こっちですね。まあケアパッケージ、そうですね、まあ2回出せたらいい方ですね。まあ僕5連続キルができないもんで、少しでもできるチャンスを増やそうと安定アップをつけてきてます。お茶目ですね。ゴツゴツ来るね。ガンガン来るね。おい、ガンガン来ますよ相手。やっべ、これ裏取られそう。マジ2回用の方はオッケーカット。よし、ケアパッケージ取ったけど、これは裏から来てるよね。うん、わかるわかるわかる。予想してた通りとは同じ速さできたな。ということで、ケアパッケージ1個目カバー。さあ、いきますよ。何が出るかな？何が出、やばい。何が出るかな？トゥルルルンティンティルルル。じゃあ、早く取らないとやばい。よし、オッケー。ヘルストーク、ワン。まだいる、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 まだいる。まだいるよ。オッケー。ダップフー。これケアパッケージ出すのも一苦労なんじゃね？相手ガンガン来るぜ。ヒーハー、レッツゴーカミン。俺死んでないね。生きてるね。よし。スナイパーライフルやった。おっと、ショットガンがいる。そう、ガンガン来るんやったらもっと引けば。やべえよ、このリス。なんだよ、今のリス。俺の横に湧くんじゃねえよ。敵いそうだな、やっぱりな。ショットガンの圧が耐えられないよ。リッパーだ。死んでも死んでもなおこう突っ込んでくる、その姿はもうまさに化身ですな、これ。もう椅子のことガンガン引くってのは手ですけど、それじゃあストリーク試され、ストリークたむたまるだけなんだよ、敵が。オッフー。オッケー、大口径のヘッドショット、やばい。気づくのが遅い。またフラグ。なんでそんなところにショットガンが集めてきてるわ。こうセンター取ったらいけるって、マジ。ここら辺押さえときゃなんとかなるよ。あ、相手だって真ん中取らないと無理なんだから。ちょっとあと1回リロードさせて。ナイスカット。さあ、ケアパッケージ2個目獲得だが、このハイペースチームデスマッチ、ケアパケ出すタイミングがねえな。ガーディアンだ。これフラグ飛ばされそう、マジで。コンカッションがさっきから鬱陶しい。オッケー。左の方に行きましょうね。マジか。オッケー。こういう時のためのお供のハンドガン。プフィー。出すわけ、やっぱけ。ちょっともうこっから来るやろ、敵。もう見とくわ、ガンミ。ガンミ、ガンミ。ガンミだから、マジ。リスがもうすぐ後ろから変わるって俺もわかるから。まあ、ここフラグ投げられたらやばいんですけどね。恐れていたことが。レオジンストライク。この状態でちょっと待って、真ん中占拠されてるのはよくわかったから、これでレオジンストライクで4連続フィード、カモン。イエース、これこれ。まあシーバだからやばいな。あ、タイミング悪い。うわー、リッパーだ。シーバー距離離さんとマジで無理。勝てるもんも勝てる。オッケー。あ、逃がした、ごめんなさい。あのショットがマジなんとかするのやばいぞ、これ。どっちが来る？そっちか。オッケー、まだいるやろ。助かった。あともう少しで勝てるぜ。マネキンジャーマン、ここ取ります。オッケー。キャパケシ、おお、よーし、取ったー。オッケー、オッケー、危なかった。ちょっとね、途中かなりグダったけど、なんとかなりましたね。やっぱこう狭いマップ、難しいね、シーバね。まあでも、ちょっとなるべくロングを見るように、敵と戦いました。まあなんとかなったんでしょうか。ということで、ご視聴お疲れ様でした。縛りリクエストに関しては、Twitter や動画コメント欄にて気軽に募集しておりますので、もしよかったらお声をかけてください。では、次の動画でお会いしましょう。
ご視聴お疲れ様でした。バイバイ。